リントの小話。はい、どうもリントです。今日は、リントの小話という形でまたやっていきます。はい、今日の小話はこちら。病気、これはねマジで病気だと思ったことなんだけど、この間コンビニに行った時のことなんですけども、お腹空いたし、お弁当とコーヒーとかね、まあパソコンの作業もしたいからいろいろ買い出しに行ったんだよね。で、最近あのレッドブルとかエナジードリンクを少し断とうと思ってるのね。で、そういうのを買ったらツイッターにあげて、最近仲良くしてもらってるペンギンさんにね、怒ってもらってるんですよ。まあそのペンギンさんが私のリント構成プログラムっていうのを作ってくれていて、ちゃんとその通りにやりたいなって思っているので、まあペンギンさんに怒ってもらおうと思ったんですけど、で、これマジの話なんだけど、本当にね、買った記憶ないんだよ。しかもね、もう分かんないんだよね。なんでなんだろうって。まあ、こう買い物行って帰ってくるじゃん。で、袋開けるじゃん。で、レッドブルあるじゃん。レッドブルあるじゃん。え？レッドブルあるじゃん。え？買ったことないんで、買った記憶ないんだけど。え、マジで言ってんの？え？なんで？ってなったのね。で、他にね、コーヒーとお弁当と、あと、コーヒーとお弁当とお菓子とか買って、あとアイスも買ったのかな？うん。で、いろいろ買ってて、レッドブルは買った記憶がないのよ。自然に取っちゃったみたい。やばいよね。ね。で、その日さ、まあ、ちょっと仕事でも嫌なことあったし、疲れてもいたし、結構ね、一回家帰ってきて、やばい、お腹空いたな、くらいな感じで、こう買いに行って、ちょっと意識が朦朧だったところもあるかもしれないけどさ、でもマジさ、ほんと、マジマンジで病気だと思うんだよね。ほんとやばいって思って。だから今回このような形で小話として残しました。ほんとマジでやばい。なんでだろうって思った。ほんとに病気だと思う。だから気をつけましょうって感じです。癖ってなかなかすぐに治らないよね。はい。ってことで以上、リントの小話でした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。